皆さんこんにちは、レックス認講師の根本です。ここでは直前期の受験生に対して、ちょっとしたアドバイスができればと思いまして動画の方を撮影しております。学習の方は順調でしょうか？これをイエスだと言える人は普通いません。どんな方でも少し遅れてる、だいぶ遅れてる、多分ほとんどの方がそういうふうに言うはずです。じゃあ何が遅れているのかということを分析したことはあるでしょうか？自分が目標にすること、そこまで行っていない、だから遅れているという状態だと思います。で、この設定はどんな方でも高めにしてしまうんです。つまりこちら、自分のできる実力が80なのに100というふうに設定しまう。で、100いったら設定を130にしてしまう。どん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 目標を高くしてしまうから、どうしたってどんな受験生だって遅れるって感覚は持ってしまうんです。なので遅れてるという感覚を持っている方、もうそれは当たり前だと思って、その不安は諦めてください。そして次に、学習っていうのは大きく分けて、できないことをできるようにする作業と、できること、その漏れを防ぐ、できることのメンテナンス、この2つにつきます。基準点を到達している、そういう方はメンテナンス、これを強めにしましょう。逆に基準点までまだまだ遠いぞという方は、むしろこのメンテナンスというよりも、できないことをできるようにする作業、こっちを重視してほしいんです。今まで解いていてできない過去問、間違える答練問題、そういったできないものをしっかり繰り返す。逆にできているというメンテナンス、こちらをやっても点が伸びないんです。今やることは点を伸ばすことなんですから、こっちのできないことをできるようにする作業、これを強めてください。一方、基準点を超えている、そういう方はメンテナンス、これをおろそかにしないこと、それできれば科目ごとに分けてほしい。この科目はメンテナンスしなくてもいけるという科目もあれば、もう1週間やらないとすっかり抜けてしまうという科目もあると思います。それがどの科目はほっといても大丈夫で、どれはしっかりやんなくちゃいけないかっていうのを区別してください。そしてすぐやんなきゃいけないもの、すぐにメンテしなきゃダメなものは、必ず本試験の1週間前にもやるようにしてください。記述式、ある程度点が取れている方は後で説明します。まだまだ記述式対策ほとんどできないという方、できるだけ難しい問題をやってください。で、その時答え以外だったら何見てもいいです。そして1時間から1時間半程度かかって構いません。自力で解く訓練をしてください。見てもいいから、答え以外何やってもいいから。で、それを繰り返すことによって、どういう知識がないとダメなのかっていうのは分かってきます。ぜひそれをやってください。一方、ある程度点が取れている方、最後の最後は表現力、申請書のミスのところで差が出ます。今までの答案で申請書の表現のミスがあるところは必ず見返すようにしてください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。